新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、誰もが不要不急の外出を控えているこの時期、高齢者の皆さんが自宅に閉じこもって動かなくなることで、健康面に悪い影響が出るのではないかということが心配です。そこで前回は、高齢者の皆さんが自宅で気軽にできる運動などについてご紹介しましたが、今回は食生活やお口を健康に保つ口腔ケアについて、孝太郎くんがお伝えします。広報二課は県民に分かりやすくかつ有意義な広報番組を提供するため、自らレポートし自ら伝えるメンバーを集め、特別に編成されたプロフェッショナルの広報集団です。そこで私は長崎県歯科医師会の江頭先生にお話を伺ってみました。どのようなことを気をつければよいでしょうか。そうですね、今の状況だとなかなか外に出て、運動する機会もないと思いますので、お腹も空かないかと思いますけども、栄養をしっかりとるということは大事になります。その中で、量よりも質にこだわった、食生活が大事かなと。それからしっかり、咀嚼するってことですね。噛み応えのあるものを何回もしっかりと咀嚼することで唾液が出てきます。唾液の中にはバイ菌とかですね、ウイルスに対する抵抗力、そういう成分が入っております。ですので唾液をしっかりと出すことが感染予防の第一歩になるというところになります。もう一つは歯磨きですね、いわゆる口腔ケアが非常に大事だというふうに思っております。なぜ口腔ケアは大事なのでしょうか。口腔ケアというのはいわゆる歯磨きを中心としたものと、それからお口の体操というところの2つからなります。で、歯磨きという点からいきますと、例えば歯周病菌が肺炎に対しての抵抗力を落とすような働きがあるということになりますので、歯周病を重症化させない、歯周病を予防するという歯磨きが非常に大切だというようなことになろうかと思います。そういう意味では歯茎に近いところの汚れ、いわゆる歯と歯茎の境目にある汚れであったりとか、あるいは歯と歯の間の汚れを取ることが大事です。そしてさらにその舌の上についた舌苔と呼ばれるその汚れも取ることが非常に大事だというふうに思われます。それ以外には何かありますか。特にご高齢になると、いわゆる口の機能というのもだんだん落ちていくわけですね。しっかりと噛むことができない、あるいは、しっかりと飲み込むことができない、それから例えば何か異物が入ったとしてもしっかり咳き込んでそれをこう出すことができないということになります。ですので感染に対する抵抗力を弱めるということになるかと思います。ですので食べる機能、それから飲む機能を維持させるために口の体操をするということも大事です。例えば唇の体操であれば、このように発音してもらってもいいかと思いますし、舌の運動であれば、舌を前に出したり引っ込めたり左右に動かしたり、それから全てのこう調和した運動となると、発音でパーターカー、これを繰り返すことによっても非常に大きな効果が出るかというふうに思います。口腔ケアはこんなにも大事とは知りませんでした。ぜひご高齢の方にもご理解いただいて、お口の健康を保ってほしいですね。外出を控え自宅で過ごす時間が多いこの時期、高齢者の皆さんが健康を維持するポイントとして、運動、栄養、口腔、交流がとても大切です。皆さんお気をつけて健康にお過ごしください。では今回の内容をもう一度確認という方は、長崎県のインターネット放送局よかテレでチェック。